スノーボードアルペンの三木椿です。コース上に三角の旗を張りまして、その外側を S 字に滑り降り速さを競う競技になっています。私の競技のすごく好きなところは何といってもそのスピード速さですね。女子でもだいたい時速最大で70キロほど、アベレージでもだいたい50キロほど出るので、そういったスピードの中でコンマ 0.0 何秒を争う、もうもしかしたら転倒してしまうかもしれないっていう、そこの駆け引きなんかもすごく魅力の一つです。私が主にやっている心拍トレーニングはバイクを使ったトレーニングなんですけれども、どの時でも必ずインスティンクトをつけて、自分が今どのくらいの心拍なのかというのはこまめにチェックするようにしています。後で携帯でデータを見ることもできるので、その後チェックをして自分のその心拍の強化具合で次の計画というものも立てることができています。もう私初めてインスティンクトをつけた時にボディバッテリーという機能があることにまずすごく驚きまして、今まで自分の体がどれくらい疲れているかっていうのをやはり客観視はなかなかできなかったんですけれども、このインスティンクトをつけるようになってから自分がどれくらい疲れているのかっていう、その疲労度というものを数値化して見ることができるようになっていたので、負荷が高いトレーニングをした時はしっかりと休息をとってボディバッテリーが100にしかになるように、そういったことも気づけるようになりました。やはりこう体を休めるには質のいい睡眠をとるということがすごく大事になってくるので、そういった意味でレム睡眠、ノンレム睡眠、どれくらい覚醒しているのかっていうのもやはり自分ではこう寝ている時ってなかなかわからないので、そこを後からチェックして、じゃあ睡眠の質が悪いのであれば起きている間に何を意識したらいいのかっていう質を高めることを考えれるようになったので、ものすごくアスリートにとっては重要な機能なのかなというふうに思っています。私が一つお気に入りの機能が音楽再生ができる機能でして、例えばランニングをしていたりバイクでもなかなかこう携帯をいじれない、やっぱりこう一人でトレーニングをしていると音楽は基本聴いていたりするので、あちょっと盛り上がる曲を聴きたいなとか音量上げたいなっていう時に、もう本当に手元で操作ができるというのはすごく便利に感じています。バッテリーの持続時間がすごく長いんですよね。なので一日中スノーボードを楽しむ方でも、もうずっとつけていても元気にインスティンクトも動いてくれます。でまた GPS もすごく正確なので、自分で数えていても全く同じ本数が出るという、その正確性も私はすごく好きです。また最大速度だったりアベレージの速度というものも出るので、スノーボードをもっと科学的に、より自分の思っているさらに向こうのところまで楽しむことができると思います。私にとってインスティンクトとはとても心強いお守りのようなものです。自分では気づきにくい体調不良や疲労などを客観的に数値で見ることができるので、怪我の予防にもなりますし、質の高いトレーニングができています。オフでのトレーニングがとても重要になってくるので、これからもインスティンクトに頼っていきたいと思います。